الله أكبر الله أكبر الله カーバの周りを反時計回りに回る様子は、宇宙にある最小の物体から最大の物体の全ての動きに類似していて、それは宇宙の動きを表示している。原子から銀河の全ての宇宙はその方向で回転する。回転は全てを含む一般的な現象だ。電子は核を中心に回り、衛星はそれらの惑星の軌道の周りを軌道に乗って回る。惑星はそれらの恒星の軌道に乗って回る。星はそれらの銀河の軌道に乗って回り、エナジーはその行く手で回転する。それらはムスリム巡礼者がカーバの周りを回るのと同じように、全て一つの方向に回転する。それはアッラーが創造した宇宙の性質の象徴だ。ぐるりと回るこの行為は全てを包括し、宇宙を創造した唯一の方であるアッラーが創造した自然な姿である。人間が富や身体の要求や為替相場を求めて生活の速度が早まるとき、心は飢えて人間性を失ってしまう。けれどもその欲求は私たちに呼吸する機会さえも与えない。心臓は血液を送る単なる一かけらの筋肉にしかなり得ない。私たちの気持ちは、精神は、金銭は、そのようなものを全て押し潰す。回数に関係なく、誰かがこう言ったのをあなたは聞いたでしょう。あなたには休暇が必要です。だが立ち止まることはできない。あなたは仕事中毒のようで、生命の巨大な機械の歯車のように変わるかもしれない。この時自身の他の面を覚えておかなければいけない。それはあなたの魂だ。人間は自制を忘れて創造主に思いを馳せなければならない。人間は根拠を忘れて根拠の創始者を覚えていなければならない。人間はアッラーが創造した汚れのない人間性を取り戻す必要がある。私たちが最初に戦わなければならないのは悪魔であると思い出そう。自分自身を実利主義、預金口座と税という重い鎖から解放する必要がある。人生においてそれぞれの心に残った奇形や傷跡なしに、私たちはアッラーに創造されたような人間に再びなる必要がある。ハッジとはアッラーの命令に応えるための連続的で象徴的に行われるムスリムの儀式だ。イスラム教徒が地球上のあらゆる場所から来てメッカに集まる季節だ。あなたはアジア人と一緒のアフリカ人、ロシア人と一緒のアメリカ人、インド人と一緒のアラブ人、黒人と一緒の白人に出会うかもしれない。何百万もの舌が同じ表現を口にする。ラッバイク・アッラー・フンマ。ラッバイク、これはアッラーよ、私はあなたの御用を務めます、私はあなたの御前にいます、という意味で、それは貪欲、欲望と戦いの騒音から離れて唯一の主の旗のもとに掲げられる人類の統一だ。その日のイスラム教徒の服装は現世の混乱を捨て自身を全能のアッラーへと捧げるという最も誠実な表現だ。そして人間自身を覆うものを持たずに誕生し、白い布をまとったようにファッションや自慢で気を引く目的を排除し、謙虚さの目的を達成する。アッラーの家への入場のためには、装飾、傲慢と自慢という全ての手段を取り除く必要がある。本当に驚くべきことは、白い布は非イスラム教徒によっても現世の娯楽を避け節制するというメッセージを発したかった誰によってもまとわれていた同じ種類の覆うものと定義される。イスラム教徒が結束するこの崇高な全てのイスラム出現において、控えめな労働者から王子を、または貧困者から裕福なものを識別することはできないだろう。我々全ての人間が櫛の刃のように平等である時こそがアッラーに会う瞬間だ。事実上ハッジは異教徒の儀式とは程遠いものだ。イスラム教徒はメッカ巡礼の優れた意味を理解している。個体の意思と抽象的な動きは異教徒多神教を破壊するために出現したもので、イスラム教には利益も害をも与えることはないと証明されている。そういうわけでムスリムは全能のアッラーに対してラッバイクと言い、カーバ神殿にラッバイクと言ったり、カーバ神殿に御用を務めますとは言わないのだ。したがってムスリムの目的地と方向は石でもカーバ神殿でもなくアッラーにある。
ハッジの儀式とは、カーバの周りをぐるりと回り、サタンを表す柱に小石を投げつけ、サファとマルワという2つの山の間を足早に歩き、アラファトという樹皮の山の上に立つことだ。これらは人々の間の平等と統一、アッラーに満足されるように奮闘することや、サタンとの戦いといったような精神的に深い意味が表される具体的なシンボルだ。であるから、人々は心の中に信念を持っているだけでは十分ではない。アッラーへの完全な服従を意味するために、行動を通しての期間と格言を通しての舌と感情は心と結びつかなければいけない。ハッジとはアッラーへの服従の概念をもとに、世界中の信仰者が集まる1年に一度の最大の集会だ。そして彼らが所有する車や肩書きに関係なく、全ムスリムが平等であるという様子で、彼らの心は浄化され、精神は洗練される。それであなたがきちんとハッジ巡礼を実行するならば、預言者ムハンマド、彼に平安あれの原稿はあなたに適用されるだろう。彼はこう言った。アッラーの喜びのためにハッジを実行し、それから罪や悪事を行わなかった者は、すべての罪とは無縁のハッジの後、まるで新たに誕生したかのように帰とするでしょう。